高橋君。日本共産党の高橋千鶴子です。乗客乗員26名が死亡、行方不明になった知床の遊覧船事故から間もなく1年になろうとしております。改めて被害に遭われた皆様に心から哀悼の意を表するとともに、ご遺族の皆様に心からお見舞いを申し上げます。今回の海上運送法改正案は、昨年12月に公表された知床遊覧船事故対策検討委員会による最終報告を踏まえた法改正であり、当然の措置と思います。ただ国土交通行政というのは、こうした重大な事故、犠牲や悪質な業者の登場があって法改正につながるという繰り返しであります。やむを得ないとは言いたくない。なんとかこれ以上の犠牲を生まないようにできないか、そういう思いで質問したいと思います。まず昨年の質問の際、私は安全統括管理者と運航管理者は兼任すべきでないと正しました。そもそも桂田社長は許可を与えるべき人物ではなかったわけでありますが、社長が安全統括管理者と運航管理者を兼ねていた。しかも運航管理補助者は船長であって船に乗っているわけです。なのに、答弁では、補助できるはずもないわけですよね。なの答弁では、兼務することが直ちに安全管理上の問題となるとは考えていないというところにとどまっておりました。今回の法案ではこの点、どのように整理されたのでしょうか。高橋海事局長。お答えを申し上げます。委員ご指摘のように、この事故を起こしました事業者、桂田元社長、自らが運航管理者であることをしっかりと意識せず、運航管理者としての職務を果たさなかったことが、今回の事故の大きな要因になっていると思ってございます。ご指摘のまず、安全統括管理者と運航管理者の関係でございます。安全統括管理者は、輸送の安全確保のための運営方針を定めて、体制を整備する役割を、また運航管理者は、現場において日々の船舶の運航を適切に管理し、定められた運営方針を実行する役割を担ってございます。これらの両管理者の責務は、互いに相反するものではないと考えてございます。仮に、この安全統括管理者と運航管理者、この2役が兼任されたとしても、輸送の安全確保に関する業務に支障を生ずるものではないと考えてございまして、今般の改正法案では、安全統括管理者と運航管理者の兼務は認めてございます。ただしながら、他方、先ほどの委員のご指摘にもございましたが、船長と運航管理者との関係はまた別でございまして、船長は海上において適切に運航判断を行い、旅客の安全を確保することが、また運航管理者には特に船長と独立した立場で陸上において適切に運航判断を行うこと、例を申し上げれば、気象海象の悪化が予想される場合に、船長に対して陸上から運航の中止を指示することが求められてございます。で、このようにそれぞれの役割を求められているところでございますため、職務中の運航管理者が船長として船舶に乗船する場合には、それぞれに期待される職務を全うできず、輸送の安全に支障を生ずる恐れがありますことから、職務中の運航管理者については、今回の改正により船舶への乗り組みを禁止をさせていただくというところでございます。高橋千鶴子君。はい。安全統括と運航管理者が一人二役である場合もあるということは、残念ではありますけれども、今講談でお話しされたように、船長と運航管理者は別であると。ですから、乗っている人が管理者よということはありえないということが確認をされたと思います。でもそれ本来当然のことだと思うんですね。で、法律上は違法じゃなかったわけです。だから特別監査をやってても、運航管理補助者も不在であったと。不在なのが当たり前なんです。船長なんだから、乗ってるんだから、それを分かっていて、淡々と書いてあったと、そのこと自体が納得できなかったわけであります。で、次に、安全統括管理者と運航管理者、それから一般旅客定期航路事業者、これが経営トップになるかと思うんですけれども、その3者の関係性がどのようになるのかということなんです。で、改正案は、国はが主語の部分が増えました。許認可権などが明確にされたと思います。一方、それ以外の責務については、主語がさまざまですので、この部分に関する最終的な責任は誰にあるのか、それが主語
で整備されていると思うんですが、確認をしたいと思うんです。で、例えば、カズワンの場合、当日天候が荒れていて、船長は船を出すべきではないと考えたわけですが、安全統括であり、運航管理者である社長が出せと言った。で、これやっぱり関係性を考えるとね、社長の命令だから断れないという、そういうことがあってはならないということが、今回の反省だと思うんですね。で、そこを確認しつつ、例えば旅客の保護、船舶の安全管理、運航の判断、訓練の実施、それぞれ責任を持つのは誰か、簡潔にお答えください。高橋海事局長。お答え申し上げます。まず委員、最初にご指摘の運航の可否判断、これは船長が出航前に気象海象情報を収集し、運航基準に照らして出航可否の判断を行っていることとなっておりますが、これに加え、運航管理者が運航を中止すべきと判断した場合には、船長に中止を指示することとされておりまして、その場合、船長はこの指示に従う必要がございます。で、簡潔にということでございましたので、これを含め、私としては海上運送法に基づき事業者が定めることとされております安全管理規定で、具体的な責務が規定されておりますので、以降、簡潔にお答え申し上げます。で、委員ご指摘の2点目、旅客の保護でございますが、基本的には事業者の責務ではございますが、乗船中は船長が人命の安全確保のために必要な措置を講ずることとなってございます。また、船舶の日頃の点検等の管理につきましては、船長が定期的に船体等の点検を実施することになってございます。また、社員への定期的な訓練の実施につきましては、安全統括管理者と運航管理者が協調して、安全教育や事故処理訓練をしっかりと実施することとなってございます。高橋千鶴子君。乗船中は船長というお話がありましたけれども、安全管理に、船舶の安全管理についてもそうだと、でもそれをさせるのは、事業者なんじゃないでしょうか、ちょっとこの答え、一言で。高橋海事局長。お答え申し上げます。先ほど委員ご指摘の旅客の保護について、もちろんその乗船中の船長の義務はありますが、基本的には事業者が事業を行う以上、しっかりと責任を持って遂行していくということでございます。はい、高橋静子君。はい、そうなんです。条文に船長はという条文は一言もありませんので、ここは確認をしたかったなと思います。で、次に行きますが、船員法で小型旅客機の乗組員が船舶が航行する海域の特性等に応じた操船に関する教育訓練、その他安全に関する教育訓練の実施を船舶所有者に義務づけることとなっております。で、カズワンの船長が、知床の荒い海に対して穏やかな海での経験しかなかったことから、海域の問題は昨年も指摘があったと思います。ただ、実際に訓練を行うには、どのくらいの期間か、訓練をする側の体制があるのか、どのように行うのか、実効性を担保するためには、大変心配があります。で、零細な業者の場合、やっぱり地域で協力し合うとか、さまざまな工夫が必要かと思いますが、訓練の具体化について伺います。高橋海事局長。今の委員のご指摘を踏まえてお答え申し上げます。今回の法改正により創設されます初任教育訓練につきましては、気象海象の変化など海域の特性等を熟知しているベテランの船長などが初任の船員に教育訓練を行うことを私どもとしては想定してございます。ただ一方、新たに当該海域で事業を始める場合など、自分の社内にベテランの船長が存在しない場合も想定されますほか、より高度な内容について教育訓練を行うニーズも想定されます。このため、委員のご指摘にもございましたが、自社のベテランの船長による教育のほか、当該海域で運航する他の事業者のベテラン船長等を招き教育訓練を行いますこととか、あるいは効率的かつ効果的に実施することができますように、地域の協議会において他の事業者と共同で外部講師を招いて教育訓練を行うことなども認める方向で検討を進めておるところでございます。さらに中小の事業者であっても、船長などの質向上にしっかり取り組んでいただけますよう、初任教育訓練の具体的な実施方法や留意点、使用する教材の例などをまとめたガイドラインを策定することを予定してございます。あらゆる事業者が初任教育訓練を適切に実施できますよう、しっかりと対応してまいります。高橋君。はい、これは実際にガイドラインが、ね、実行あるものになるのかということも大事だと思いますけれども、せっかく、ね、大事なことを書いたんだけど、実行伴わないと意味がありませんので、そこはよろしくお願いしたいと思います。それで事故から1年がたって、同業者への影響などは、ね、どのように把握をされているのかということです。
で私自身が電話をいただいた業者ですとか、まあ、直接お邪魔をしたあの業者、まあ、いずれもこれ宮城県でしたけれども、まあ、例えばですね塩釜などはもともとはあのフェリー航路っていうかあの生活の足をとしてあの交通のあの手段として欠かせない役割を果たしていたと。でそれがこう廃止になって、まあ、いくつかの変遷を経て今観光遊覧船をやっているという方でした。ですから地域経済にとっても重要な役割を果たしているし、まあ、そういう経験を積んできているので社長自らね当然船長でもあるにもなれるし安全確保については最も大事にしてきたわけなんです。でそうした業者の皆さんが、まあ、今回のことでマイナスの影響があってはならないしコロナの影響や燃料代などの負担増もあって大変厳しい状況に置かれているのは事実だと思います。こうした同業者への支援も必要かと思いますが大臣お願いします。委員長。斉藤国土交通大臣。高橋委員ご指摘のとおり知床遊覧船事故を受けて利用者の足が遠のく、これは北海道だけでなく全国的に起きた現象でございます。影響が生じたものと承知しております。さらに旅客船業界は新型コロナウイルス感染症の影響や燃料油価格高騰により、まあ、現在も事業者によっては収益状況が回復していないものと承知しておりますが、まあ、全国旅行支援の実施や水際対策の緩和により、まあ、全国的には回復の兆しも見えてきております。まあ、こうした中国土交通省としましては令和4年度補正予算を活用し交通事業者による地域への誘客や実証運行等に対して支援を実施するなど、まあ、さらなる利用促進を図ることとしております。さらに知床遊覧船事故を受けた旅客船の安全対策のため、まあ、事業者による救命設備無線設備の導入に手厚い補助を講じております。まあ、今後とも旅客船の安全安心対策を徹底するとともに事業者の運営支援に努めてまいりたいと思っております。はい、高橋君。はい、最後にお話しされた救命設備への補助などは絶対必要だということを今回ね強調されたわけですから大事なことかなと思って聞いていました。引き続きお願いいたします。それで行政処分罰則等も強化されました。で知床遊覧船事故対策検討委員会の報告書には起こった事案に照らして、まあ、一つ一つ対策強化を提案しまたそれを政省令で先行実施も含めて具体化していることは理解します。で規制官庁である問題は規制官庁である国としての反省には触れていない不十分だと思っています。報告がで監督する側とされる側に癒着がなく緊張感を持った関係性が必要だと思いますが具体的にどう考えますか。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、昨年12月に取りまとめられました旅客船の総合的な安全安心対策には、まあ、対策の実効性を確保するため監査や行政処分の強化が盛り込まれております。このうち監査についてはその実効性を確保するため人命最優先安全第一で厳格に監査を行うべく海事局幹部が地方の現場職員との対話を行い職員の意識改革の徹底に取り組んでおります。これに加えリモートや抜き打ち監査を導入するとともに外部からの情報を活用するための通報窓口を設置するなど監査の強化を図っているところです。また行政処分につきましては処分の客観性を確保するとともに現場の運航労務管理官が躊躇なく行政処分を実施できるようにするため違反点数制度を導入し処分基準を公表することとしております。国土交通省としましてはこのような監査や行政処分の強化を通じて人命最優先安全第一との意識のもと緊張感を持って事業者の監督を行ってまいる決意です。はい、高橋君。はい、まあ、緊張感を持ってというお答えがありました。ただね検討委員会の報告書には例えば特別監査を行うとともにその後抜き打ちで改善状況の確認を行ったにもかかわらず十分に是正するには至らなかったと。それから虚偽の届け出が行われたけれどもその審議について十分な確認ができていなかった。このように抜き打ち今抜き打ちでやりますって言ったけれどやってたわけですよね。やっててもあの確認できなかった。
で、この委員会で報告書で申請書などをさまざま公開してもらって見た、素人の目から見てもこれおかしいじゃないかって指摘されるようなことを見て見ぬふりだったのか、あるいは見ようとしなかったのか、そうしたことの分析が何もないわけなんですよ。だからやりますと言っただけでは通用しないと。そこは大臣、もう一言ありますか。斉藤大臣。はい、まさにその点についても我々深く重く受け止めておりまして、しっかり今回の報告書も含めまして、検討委員会の報告書も含めまして、我々緊張感を持ってやっていきたいと、このように思います。はい、高橋君。はい、で日本小型船舶検査機構 JCI が今年2月20日業務改善計画を発表しました。でここでも、国から提供される監査情報を活用して検査を行うと強調されているんですけれども、じゃあこれまでどうだったのかということも含めて改善方向を伺います。簡潔にお願いします。高橋海事局長。お答え申し上げます。従来、JCI と国との間では互いの情報を共有する仕組みが存在せず、国の監査情報を、JCI の船舶検査で活用する取り組みはございませんでした。しかしながら国と JCI との間で互いの情報を共有し活用することが事故防止に資すると考えられますことから、昨年9月より国から JCI に対して監査情報を提供し、機構は当該情報を活用して注意を要する事業者に対する船舶検査をとりわけ慎重かつ入念に行う取り組みを開始したところでございます。引き続き国の監査情報を船舶検査において活用すること等により実効性の向上を図ってまいります。高橋君。これ本当は読んでびっくりしたんですよね。互いに情報を共有する仕組みは存在せずと。で本当であれば国がやるべき検査を代わってやってるわけですよね。それなのに情報共有もしないでね、国から国の検査官から指摘をされて同じ検査じゃなかったなどということを今さら書いているということは本当に有識事態だと思うんです。 JCI の理事長などは国交省の、指定席になっているわけですよね。元運輸局長が理事長をやっています。そこまで通じていながら肝心の監査に必要な情報は全く共有されていない。あまりにねお粗末な実態だと、これは強く指摘をしていきたいと思います。何がと時間がないのですいません、続けます。で最後にね、一般論で大臣に一つ伺いたいんです。昨年10月政府のデジタル臨調が人による目視や常駐などを義務づけるアナログ規制の撤廃を広げると決めました。9029件もある条項や政省令を2024年の国会までに改正するということで 99% のアナログ規制が廃止されるとの報道もありました。今国会にもその第一弾として書面掲示規制とフロッピーディスク等の記録媒体に関わる規制についての改正案が提出されております。一方、知床遊覧船事故対策検討委員会報告にもリモートによる監視の強化が挙げられているように、目視ではない検査などが取り入れられています。で、人の目の届かない部分をドローンなどで見ることができたり、継続監視に IT を活用など効果的な側面がある一方で、目視でなければならない分野、あるいは組み合わせることで、目視と、ね、デジタルを組み合わせることで、本来の効果が上がるということもあるのではないかと思いますが、この点について大臣の考えを伺います。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、デジタル技術の活用は、少子高齢化の進む我が国が、生産性の向上や人手不足の解消を図る上で、重要な手段の一つです。このような考え方から、政府では昨年12月に、目視規制や実地監査、常駐専任といったいわゆるアナログ規制について、見直しの方針と見直しに向けた工程表を確定し、国土交通省でも所管する法令の関係条項について見直し作業を今、進めているところです。見直しに際しましては、目視規制などが安全性の確保を目的としている場合には、それが引き続き確実に担保されることを大前提とすることとしております。このため、例えば目視という手法が高精度カメラやドローン等による確認で代替できるかどうかについて、必要な場合には予算も活用して、個々に実証実験や検証を行い、安全性が確実に確保されると判断される場合に限り、目視以外の手法も新たに認めることとしています。
私も実は個人的な経験を言いますが、昔非破壊検査の、技術者でございました。まあ、非破壊検査は今非常に高度な技術を使って、検査をしておりますが、やはり大前提はまず目視です。技術者が目で見てまず判断すること、これが大前提で、その上で高度な技術を使っていくというのが最も効率がいいということを私自身、よく分かっておりますので、この点も踏まえて国土交通省で実行していきたいと思います。高橋君、ありがとうございました。終わります。